あ、つくさ、金になったから。はーい。マイク入れまーす。どうぞ。はい、どうぞ。待てよ。マイクよ。はーい、ラジオを聞いてる皆さん、こんにちは。こんにちは。はーい、今週も始まりました。もしも中学生だけでラジオを放送したら、もしも中学生だけでラジオを放送したら、では、現役世代の中学生が世間で起きていることをあーだこーだ言ったり、おすすめのものを紹介したり、基本なんでもありげな感じのラジオ番組です。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。ツイキャスやユーストリーム、そしてそして YouTube でも放送することになりました。ついに YouTuber になったとです。そうそうそう、はい。メッセージやリクエストがある際は、あ、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp まで。はい、今週皆様とご一緒するのはゆうやとごたろとゆきやと、1ヶ月ぶりの登場、あきです。はーい、はい、はい、このメンバーで今週も仲良く楽しくやっていこうと思います。はい、皆さん30分間お付き合いください。はい、始まった、お願いします。始まったから俺から吉報を。そう、孝太郎、2つほど。はい、じゃあ昨日ね、あの石川市の、ね、石川市民会館だったかな、そこで、第40回沖縄県吹奏楽ソロコンテストっていうものがあったわけね。はいはい。まあそこにうちら揚田中学校の生徒高知志龍くんと小橋川里穂さんが出ました。はい、ね、2人見事金賞を受賞することができました。拍手。まあ多分学校で表彰式があるでしょうね。いいな。で、あと一つ、俺はなんと小田高校への推薦入学が決定しました。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。おかげさまです。いや、まだ内定だよ。内定だけど、ね。内定だよ。で、俺からもお知らせが、なんと推薦入学蹴られました。イエーイ。むなじい。どんまい。皆さんはこうならないように勉強してください、ね。そう、こうならないようにね。こうならないように。まあ、推薦って何が起こるかわからんからね。何が起こるかわからないんだよ。生徒会長でも落ちるんだよ。うん、じゃ推薦が落ちただけ大丈夫、まだね、ダメよ本当に。マスカ落ちるとは思ってなかったよ。俺も持ってなかったよ。持ってなかったよ本当に。だってこんなラジオで頑張ったりね、いろいろ社会活動に貢献してるのにね。そう落ちるとは俺も思わなかったよ。2カ国語ペラペラなのに、バイリンガルなのに、なんか英語喋れないみたいな感じです。それだから3カ国語っていう、バイリンガルって何？あの2カ国語喋る人でしょ。そうなの。バイリンガルってじゃなかった俺でしたっけ。バイリンガルだ。バイリンガル、じゃあバイリンガルだ。でも今週も、てかもう今週いろんなことあったっていうか、俺はもうこのことしかもうないんだけど。落ちちゃったってことな。このことしか。やっぱ結構響いてんの、そんな、まあ、顔に出してないけど。それはもうもちろんでしょ。もちろんのことでしょ。もちろん論でよ、ほんとに。自信持ってたのには。ほんとに。まあでも気分変えていこうや。そう、あ、まあでも2月入ったし。2月入ったね。いいことあったか。ラストスパとか。いいこと、ね、2月。あ、そうだよ。あれだな。来週祝うのもどうかと思うから、明日ゆきやの誕生日だな。おー、マジおめでとう。じゃあ歌ってあげよう。せーの。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear ゆきや、 Happy birthday to you。 なんか今日みたいな。じゃあよ、明日だけど15歳になったら何したい？何だね、その15歳の抱負を。15歳になっても別に俺今とあんま変わらないと思うんだよね。じゃあ明日やりたいこと。そう、明日やりたいこと。誕生日だから。うん、ほら、わからんよ。ラジオ聞いてる誰かが、あの、ゆきや、昨日ラジオでこんなこと言ってたから、やってあげるよ、みたいな、なるかもよ。そうかもしれないな。なるかもしれないよ。明日やりたいこと。今だけわがままでも甘えていいんだよ。そう。じゃあ明日勉強したくないな。そっち。そんな現実的なことは。そっち。ちょっとあの先生方に言わないと。本当に中学生なのでもうちょい夢見ても。そうだよ、明日給食の量増やすといいなとかさ。そうそう、そんな惜しくないわって。嫌だろ。あ、嫌だね。そういう問題か。お前はそういう問題か。人が祝ってやったのに。本当に、まあ、ありがたいと思ってるよ俺も。ああ、そうなの。あれ、去年秋ゆきやにプレゼントあげたっけ。秋のプレゼントひどいよな、誕生日間違えてる。ハウスト。ゆきやの誕生日プレゼントな。あれはお見合いだ。あれは一桁。2月22日のストーカー。一桁お方だけじゃん。ね、2月22日。まあ、あれは俺から。それをお前いとこにあげるか普通。じゃあ俺のいとこがちょうど2月22日だった。ね、だったけど。俺からのプレゼントみたいな感じで当てて。最悪だなお前。
待ってた言ってるけど、プレゼントの君、小太郎くん、君もだよね。お前も俺に間違えてるから、ね、プレゼントの使い回し、プレゼント使い回ししたのゆきやくんは使い回し、小太郎くんは受け取りませんでした。受け取らんかった。受け取らんかったもん。間違ってるもの受け取っても嬉しくない。ああまあまあ、ね、まあ、うっそ。でも気持ちだよ。そう、お土産っていうのは誕生日前日のキーホルダーだ、イエーイみたいな。ちょっと間違えてほしくないよな。まあね、覚えててほしい。本当にごめんね、あの時はいっぱいいっぱいだったから、東京のことでね。なんで絶対そっち方向に行くかな、ネガティブに。このラジオ絶対下にしか下がらないよ。あれだ、思春期並びではの、そうそうそう、この考えすぎてしまう。でもそろそろもう高校生だしね、卑屈な野郎どもの集まりみたいな。卑屈集団みたいな。大丈夫、この中だけよ。卑屈ってなんかもう、全ての物事に対してもなんか腹立つ。有吉マツコみたいな。あれは、あれ卑屈なの。あ、坂上忍。うん、卑屈なの。卑屈っていうか、なんかもうあれなんだよ、近いけどなんかな、ずる賢いとかもう根が腐ってるようなやつか、なんかお前みたいな。根が腐ってるって言うね。まだ俺みたいな。俺卑屈じゃないよ、そこそこ。そうなんだ、孝太郎受かったのになんか。そう、いろいろ。あんま嬉しくなそうだよね。もっと嬉しそう。嬉しいけど嬉しくなくするのはどこのどなた？もっと周りの環境だよ、周りの環境。まあ落ちた人もいるから、まあ喜びづらいか。まあね。そう、喜んでいいことを俺はなんで毎回喜んじゃいけないのかなって思う。喜んだら、なんで喜んでるかって。バトンが飛んでくる。みんな喜ぶくせに俺だけ喜ぶ権利がないみたいな。なんか人権がないみたいな。そう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 。おかしいよね。みんな人平等だよ。平等権がないこと。でもこんなことを主張してもお前に人権はないと言ってくる人がいるもんな。二人ほど、二人ほど。まあそこはいいよ。そこは伏せとこう。そう、公共の電波に。そう、公共の電波だからね。言っていいことで言ってはいけないとかね。なんだよね。そう、今日はあれなんだよ。ワンオクが沖縄に来てるんだよね。今日ライブなんだよね。ワンオクが。うん。家行くの？俺チケットないから外で聞こうかなみたいな。音がダダ漏れするマルヒスポットがミュージックタウンにあるから。俺がマキシマムザホルモンの時やったよね。マジで。待つって。ゲスの時グッズだけ買うって。あ、そう、グッズは買おうかなみたいな。買えなかったらどうする？買えなかったら、あ、まあ外で聞くかなぐらい。沖縄のワンオークファンの皆さん、ミュージックタウンに来てください。そう、ミュージックタウンに来たらもうすごいことになりますよ。ここワンオークロックが来ますよ、そろそろ。そう、無料だからな。そう、飛行機30分遅れみたいですよ。お、行っていいばお前それ。全然間に合いますよ。そう。いやでもライブは5時から。あれ?5 時から。バリバリだな。まだまだ時間が余裕であるっていうね。じゃあうーなの、暇な人はうーなの、うん、はい、お越しください。そういうわけでね、今週の曲いっちゃおうか。おうよ。誰のあれだから、リクエストかな。俺か、リクエストかな。俺かな、でいいかな。俺だな、誕生日だからな。うん、まあ明日なんだよね。はい、じゃあどうぞ。はい、じゃあバックナンバーでヒロインお願いします。ゆっ、はいよ。なんか枕用のアイツもなんか今日は近づくらない。どうした、疲れてる。今日は暗く行こうかな。昨日なかった。昨日何もなかった。あれ？流れないね。流れてないの？今ラジオで沈黙が走っている。10秒以上の沈黙が。ヒロイン壊れてる。流れないね、ちょっと。あ、マイク入ってる？マイク入ってる。え、じゃあどうするゆきや。流れませんね。じゃあどうする？秋のから流すか？流れませんね。いや、俺のから流すか。いや、秋のから流すか。え、お前持ってんの？え、別の。流れませんね。別の曲さ。いや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 。今日はゆきやの誕生日なんだから。まあね、よし、じゃあもう一回行ってみましょう。お、あ、いいよ。バックナンバーでヒロイン、どうぞ。お願いします。ヒロイン。お、流れたね。よし。あ、こんにちはって。久しぶりのツイキャスじゃね。マジで、アオさんか。あ、でもゆうや、秋もヒロイン入ってるよ。あ、秋もヒロイン入ってるよ。あ、だいぶ流れてる。オッケー。こんにちは。こんにちは。どなたですか、じゃないな。こっちだけだわ。どこの方ですか。どこの方ですか。どこの県から、どこの都道府県ですか。で、これ追加からメッセージが一気にバッて消えるから。お前の答えにくい質問かな。俺いつもさ、追加する話しかけたら追加する人いつもいなくなっちゃうんだよね。なんでだろうな、わからんけど。かわいそう、俺。自分で言うのもあるけど。ちょっと待ってるんじゃん。こういう番組に個人情報してるんだね。この人なんか追跡してきそうだな、みたいな。そうそうそう。追跡しないですよ。全然俺ストーカーのなんでもないですし。しないですよ。ド変態でもなんでもないですし。
自分は北海道で来ました。マジで？この番組はおー、南の果てと北の果ての国が、あ、県、あ、国の最北端と最南端が繋がってない。最南端でもないけど。でもさ、本当にさ、毎回思うんだけど、ツイキャスでさ、どういう流れでこの番組来てるんだろうね。来てるんだろうね。この番組はですね、中学生がですね、世の中のいろんなことをね、まあ、ああだこうだ言ってね、まあ、若干軽い誹謗中傷番組でございますね。そんなこと言うなって。最近ではそんなことしないようにちょっと頑張ってるって最中ですね。まあ、でも春季だからね。暖かい目で。はい。北海道か。いいなぁ。行ったことある？なんか棒読み。北海道、棒読みでもないけど。北海道、あれ、ライジングサンロックフェスティバルみたいな。音楽につながるね。そう、音楽につながってる。いいなぁ。違う、ラーメン食いたい。あ、札幌ラーメン食いたい。いや、夕張メロンだ。あ、夕張メロン、夕張メロンって北海道なの？あ、そうなんだ。夕張北海道。ね、函館って何があるの？よく聞くけど。函館ってラーメンだ。北海道なの？あ、終わりそうなったら教えて。もう、まあ、もうちょっと欲しいなぁ。北海道行きたいなぁ、ね。いや、無理無理無理。心理高校時ね。避難所、北海道。高校生だと思いましたって。あ、やっぱ俺が高校生。あ、来年高校生です。あ、今年高校生です。今、受験生です。そうなんですよ、ね。応援してもらっていいですか？そうです。あ、でもこっちのメガネ受かってますよ、もう。な、今日暗くね？ん？いつもだよ。いつもこの暗かったか？逆境。もうちょっと、もうちょっと上からやったらいいんじゃん。逆境なんじゃ、お前全然意味が違う。逆境。俺もうやばいかもね。お前やっぱあの、推薦をしてからちょっと。函館は、今日。港町。港町、え、じゃあ鮭、いくらうまそう。あー、いくら食いたいね。いいな、いくら飲んでいいかな。あ、いくら食い、いくらなんか米の上に乗っけて食いたい。あ、食感がいいんだな。このベロと上のところで潰れてから、うん、なんか広がるような。あ、みんな、あ、受験頑張れって。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。紹介、じゃあ、あれあれば。何？あの、頑張ります。バスグッズ、うん、バスグッズにしよう。バスグッズ、バスグッズって言ったらお風呂。なんかバスグッズって、バスって、あの、お風呂バスってないですけどね。あ、じゃあバスグッズにしよう。なんでバスグッズ紹介するの？俺知らねえ。どういうラジオよ。バスグッズでいいか。久しぶりのツイキャスでございますね。うん、なんかいいよね。受験頑張りますよ。あ、じゃあみんな、あの、考えて、ちょっと。何バスグッズ。バスグッズ、まず俺、あれ、バスグッズっても俺さ、シャンプーあれがね、シャンプーハニーとか。はい、インチキ、羨ましい。焼きました。うわ、うウニじゃん。マイクリマーす。マイクリマーす。もそもそも悪いでしょ。あとは、マイクリ焼きました。はぁ、そっか。そもそも悪いでしょ。マイク入れるよ。入れるよ。どうぞ。本当に入れるよ。じゃあ、待ってください。じゃ今からラジオに乗ります。いや、嫌だ。はい、以上バックナンバーでヒロインでした。イエーイ。なんか冬って感じの曲だったね。まあ、雪ほっこりする。そう、雪といえば北海道。あ、そうだ、バックナンバーも北海道行ってたよ。そうなの？そうなの？あ、そうで、あの自分でツイキャスでいろいろ曲流れてるのに、なおさんとお話をしててですね、北海道はイクラとかウニとかが。ワニ役はね、すいません。自分目悪いもんでこの距離から見えないんです、文字が。そうなんだよね。そうでね、毎週いろいろ紹介してるじゃん。そうなの？あれをなくそうとして。だから今週はね、いろいろバスグッズを紹介したいなみたいな。はい。バスグッズってさ、大体なんどういうのなの？というと、あれ石鹸だの、シャンプーだの、泡立てる、そう、モコモコだの、湯船だの、そう、湯船、あ、シャワーヘッド、シャンプーハット、そうそうそう、とか。あんなもん使ってんだろ、もうリンガーハット。みんな使わんし、あんな。そう、ちゃんぽんだろ、ちゃんぽん、長崎だろ。はい、じゃあね、俺から。俺は今ね、無添加に凝っててですね。うわ、また無印。無印、あ、そう、無印、無印はあれがいいのよ。あの、そんな安く泡立てるモコモコ、あー、わかるか。くしゃくしゃして、そう、くしゃくしゃして、あの泡立てるモコモコ他のとは違う。じゃ別に泡立てなんだもん。泡立ちがやばい。いやいや、でも一応ね、自分でもガシガシって泡立てて、あーって押すとこでいいだろうが。でもあれじゃん、でも他の手でやったら洗ったかもしれないよな。無印良品の泡立ては、じゃ普通のあれは泡立ちがダメ。じゃ泡立たんくてもいいべってぞ。そんな泡立ちやん。泡そんな大切じゃない。じゃあれ、とりあえず体を洗えればいい。ちょ洗顔するとき泡大切。洗顔、顔洗うときは、じゃあ、あれだよ。え、変わらんの？は？洗うさ。洗わんの？洗わないの？顔洗ったらなんかニキビが増えるから洗ってないけど。あ、そっちね。じゃあ、そっちね。別、おい、石鹸手にしててバーってただ顔塗って。洗わない。
ほぼあって、ほぼ変わらない、汚っ。汚っ。お前、だからあんこ、待って、汚っなんで汚っなんか汚い。だから、お前、変わるの当たり前だと思ってた。分かった、じゃあ家帰って洗うよ。顔、洗う、そう。でも、お風呂の時しか洗う。無印良品のこの、ボディーソープ用の泡立て器じゃなくて、洗顔用の泡立て器もあるんだよ、無印良品は。税込み120円。お意外とリズム。そう、それでさ、これ、これに洗顔フォームつけるじゃん。あ、ちなみに無添加ね、買うブランドの無添加のステマ、どうでもいいよ。それでやるさ、ゴシゴシやったらもう泡立ちがもうやばいわけ。もう泡立って何、シュッてやったらもう、あ、もうその泡をどうするって、塗るわけ顔に、塗る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 。じゃあそれ磨いた感じしなくない、なあ。じゃあそれがやばいんだよ。やばい、じゃあやばいんだよ。じゃあ泡塗ってな、じゃあ落として意味はねえな。なんかさ、肌触ってキュッてなればもうなんか洗ったから出てから、もうそれじゃあその洗顔用の泡立て器を5名様に予約が決まる。何言ってプレゼントしないわ。待て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 、北海道まで送りますね。待て待て、無理だわ。この後でやめるやめるやめる。待て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 、お小遣いがなくなるじゃないか。だいぶ500円いくらかだろ。600円じゃしない。ダメ、送料かかるやし。あ、じゃあ F… ダメ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 、そういう問題じゃない。あ、そういえば、で、他にないの、なんかバスグッズ。他によく考えたらさ、男子中学男子4人がバスグッズについて語るだからな、めめしいな、なんかな。気持ち悪いよな、キモいよ。なんでバスグッズあげたんだよ。うん、じゃあなんかバスグッズ最近最近っていうか、まあちょい1ヶ月前ぐらいまでちょっと凝ってたからよ。なんか凝ってんもん、それなんか、わかるか、そんなもんなの。俺も普通にさ、シャンプーもう普通に石鹸。じゃあなんか分かる、シャンプーも、シャンプー、石鹸、タオル、湯船さえあれば。うん、そう、湯船ない、シャワーあれば、シャワーあればいい。あれば、なあの、あれさ、風呂は大ギトギトするときあれさ、ギトギトする、シャンプーで、じゃあシャンプー、じゃあシャンプーで、シャンプーで、シャンプーがギトギト、じゃあなんかシャンプーギトギトするときあるわけさ、なんかなんか、なんか洗い終わった後に髪が絡むみたいな。ギシギシ、そう、ギシギシ、分かる。だからそれがちょっともう嫌だから、俺はどうすればいいんだと思った。そこで俺はネットを使って調べた。そしたらもう無添加の石鹸がやばかったと。そう、このカウブランド、わかる？カウブランド、カウ、カウブランド、あれなんかあのボディソープとかやってるやつ、ね、牛乳石鹸みたいな。わかるよ、ボディソープとかやってるやつか。そう、それがもうすごいいいんだよ。それがすごいんだよ。聞こえない、いやそんな髪ないよ。聞こえない、あるし。そんなこだわり、あるし。ユーストリームとかツイキャスで見てる人はわかると思うけど、見てみ、このふさふさ。この4人でランキングつけるとしたら、俺が2位で、アーキー1位、ユキヤ3位。え、俺3位なの。そんなもんじゃん。うん、そうか。髪の量。4位はダントツで。4位っていうか、もうあれはもうランキング外だろ。ランキング外言うなや。何を言ってる。そんなこだわりないの、そんなバスグッズとか。あ、バス、俺シャンプー何使ってるのか自分でよくわからん。ほら、危ないよ。いそれはダメだよ。危ないよ。俺もわからない。な、何使ってるかぐらいは興味ないし。高くない。シャンプーもあるんだよ、いろいろ。あ、じゃあ、あるのはわかるよ。頭皮のいいやつまで落としてしまうやつだってあるんだよ。じゃあ頭皮いいやつ、まあ派手たらちょっと困るけど。困るだろ、どうせ今から派手ないだろ。いや、わかるよ。30代ぐらいだな。 DNA の関係じゃん。そう、DNA だよ。お父さん、あ、どういうことだ。ユキャはもう20年後期待してるぞ。逃れないな。だよ、俺は。俺も大丈夫かな。太陽が照り輝く頭となっているだろう。みんなを引か、みんなを。え、じゃあ、いっそのことスキンヘッドにしたらどうよ。あ、そうそう、スキンヘッドなんか、スポットライトな。スキンヘッド汗かいたらさ、わかる？あ、テカテカしそう。じゃあ、垂れてくるだろ、絶対。吹きやすいんじゃん。キュッキュッキュッって。じゃあ、だから、まあ、ヘッド、なんだこれ。ヘッドなんとか。シャンプーハット、シャンプーハット。あ、あれだろ、バスケ選手がつけてる。そうそうそう。あんなの、あんなの。あれつけたら多分汗は大事だと思うけど、あれつけなかったらもう、物だれだろ。スキンヘッド異常にバスケ似合うような。うん、だからな。今週もハゲの話か。先週に引き続き。じゃあバスグッズなんかいろいろからだよ。まあ、そうそうそう、バスグッズがもうどうなの。こだわりないの。じゃあ、もっと、じゃあ、ゆうやないわ、今日から。バスグッズ以外になんか。バスグッズ以外に。ノーさん、一カミットするの。ツイキャスでナオさんから、自分はイチカミっていうショップ使っていますよ。ゆうやも、ゆうやも、あ、そう、お前イチカミはどの話してるの。そう、イチカミは、まあ、すいません、俺のゆうや君のあれが、イチカミへのバッシングは、ね、個人的な、うん、感想と偏見ね、これを含めて、うん、イチカミのランクは最低ランクが E だとしたら D プラスだな。うん、お前プラスいらね。なんでよ、一紙でもいいですよね。うん、一紙いい、いいよ。一紙いい、一紙いいけど。俺パンテーン、そう、一紙の、あ、パンテーンはね。じゃあ一紙いいけど、一紙の値段で一紙よりももっといいシャンプーがあるから D プラスだなみたいな。でもゆうや前まで一紙大好きって言ってた。一紙がどうのこうのとか言ってた。さあ、それは堀北真希が CM に出てたから。ああ、どうでもいいわ。一紙、うん、一紙でもいいよ。まあ確かにバービーがパンテンの CM やってたもんな。うまじ、一かみ2つあるんだよね。いい匂いだよな。いい匂いじゃん。2つあるよ、一かみ。え、どういうこと。あの種類が普通のやつ、普通のやつとなんか
オレンジ色みたいな。そんなのあんの、ね、それリースじゃない？うん、違う、2個ある。白とリース、普通のやつのバージョンとプラスリンスと、別バージョンのシャンプープラスリンスの。確かにな、パンテンって4種類ぐらいもんな。あ、そう、パンテンいっぱいあるよ。あ、緑のやつ使ってるよ、緑のやつ。あ、もうそう、パンテン、パンテン使ったことない。なんかジェルっぽい、パンテン使ったことないないんか。お前シャンプー2なのに。うん、じゃあシャンプー2ならメリット、あ、メリットは、え、首を振る。首を振る。だって買ってはいけないっていう本にメリットはいろいろあったんだよ。その買ったいけないって本最悪だな。だからな、それダメだもん。潰しにかかってるな。そうだよ、一番の誹謗中傷してんのゆうやだよ。そうだな、完全にそうだよ。そう、商品を誹謗中傷したで、感じたよ、感じたよ。パンテンいいよ、パンテンいいよ、パンテンいいよな、パンテンいいよ。フォローなってんのこれ。メリットはメリット、メリット、ああそう、もういいよ、やめよう。とりあえず、これじゃゆうやに聞くな、聞くな、俺はいいやつを、いいやつをどんどん押していくから。そう、じゃあいいやつ押してほしい、シャンプーの。いいやつ、あ、まずね、安い値段がいいんだったら買うブランドの無添加シャンプー、これが一番いいんだよ。買うブランドって何？買うブランド、なんか牛のマークがついてる。わかるよ、多分見たことあると思う。前持ってたよ、ボディーソープ、それの。見たことあると思う。ボディーソープ、超綺麗な泡立つってば。結構お前も泡立ちかい。泡立ち。とってもなんかいい感じもあるじゃん。買うブランド、めめしいやつらな。なあ。じゃあ、ほんとほんと。石鹸はもう固形石鹸なのよね。じゃあ、じゃあ、その固形石鹸にもいろいろあるんだよ。それは、その。シャンプーは自分の頭皮に合ったものを使わないとダメだから、ランクとかくだらないと思います。ロンパー、ハイロンパー、ランクだね。ありがとうございます。ありがとうございます。お前頭皮にあったもんね。こういうのが聞かれたんだよ。そうだそうだよ、ナオさんには近みがあって、それにはなんだか知らないシャンプーがあって、ユキヤにもなんだか知らないシャンプーがあって、アキはメリットがあるわけ。アキはメリットがあるんだって。俺は無添加があるわけ。ユエは買うブランドの無添加。そう、無添加でもないって。無添加がいいんだ。上等だな、無添加上等。そうだな、そうだよ、一応無添加いいよ、本当に。あんまりよくは見えないけど。じゃあ別に大丈夫、悪いとは言ってない、悪いとは言ってないけど、ああまあちょっとな、気にしすぎる。そうあんま気にしなくていいんだよ。ああまあね、安いもんでいいんだよ。あ、でもあれさ、気分とかあるでしょ、気分とか。クラスの女の子が言ってた、そんなことばっかり言ってたら言うや、なんもできないさ。やばい、なんかちょっとイラってして。ああ、じゃあ気分あるさ、気分とかない？今日はこのシャンプーの、あ、今日はこの石鹸の気分だみたいな。そこまで来ない。一種類しかない。じゃあ俺、じゃ間違えた。シャンプーは一個しかないよ。でもわかるか？あの固形石鹸、ボディーソープっていう、俺3体いるわけ。なんで？3点ので、基本無添加の買うブランドの、で、今日はちょっとハッピーだから、あのダブ使おうみたいな気分によって書いてるの俺だけか。じゃあお前全然いかがなものかと思うよ、俺は。そんな、こっちからすごい壁があるよ、薄い、薄い。え、嘘、ここ本当に薄い、ここね、境界線で波跡がある。え、嘘、あの進撃の巨人レベルの壁があるよ。ないだろ、俺以上超えるよ。俺たち超えるよ。あいつ超えそうだな。でも超えるよ、俺180cm ある、179あるから超えるよ俺。そんなにでかかんないな。ちょっと自慢してきたな。なんか 50m 179。 うん、あと2mm だっけ、お前。あと2mm、 2mm で測る。 2mm が届かない。まだまだなら。じゃあ、まあでも朝起きたらなんか、こうたろう、そのリアクションは本当にびっくりしたな。ガチビビリ、やっぱ壁があるな、俺たちのやつだと。え、俺165だぜ。は、お前でも。は、お前俺とじゃあ1cm 違うのぜ。うん、ちょっと待って、お前だって165かもしれ、分からんけど。アティも俺と 10cm ぐらい変わったな。うるさいな。は、お前何センチ。俺164。うん、じゃあアキお前と98cm ぐらい。車とかと一緒、勝負だろ。アキ98cm しか変わらん、お前。98cm めっちゃ、お前あんな伸びてない。うん、嘘だろ。止まったよな。何が、あ、身長止まるんだよね。じゃあいいや、身長に冷え食べ物を今度リサーチして、ね、あ、だろ、身長伸びる食べ物。あ、身長の、俺ちっちゃい時よ、牛乳飲みまくってたからよ。うん、あれちょっと、牛乳だろ。じゃあ俺まずあれ、そう、今更牛乳飲んでも骨しっかりしてんのお前、牛乳飲んで。あ、じゃああのさ、マッサージしてもらえ。マッサージ、テニス部の顧問の先生、マッサージしたら3ミリ伸びるマッサージ方法があるわけさ。怪しいな、死ぬそうだな。3ミリ伸びて2ミリ縮む。はえ、まあ一応どっちにしろ1ミリだと、1ミリは伸びるから、1日1回やったら365日で、そう、365ミリ伸びるから、36センチ。まあそれだけ伸びるよ。1回で1ミリ。何回やればいいんだろうな。1回1ミリ。じゃあ1日中やってばいいのに。あ、じゃあそれはダメ。1日中やったら体ぶっ壊れる。あ、100、マッサージやばい。じゃあ1点やったら3メートル伸びるよ。やったね。もうなんかすごい。お前相当やばい。じゃあマッサージ、じゃあ、ま、毎日やったらそういう計算になるよ。なるけど、もうマッサージやばい。耐えられない。もう2回やったら、おうってなる。牛乳飲みすぎると身長伸びなくなりますよ。あー、わかる。これ牛乳っていうのは何だった？
読んだよ俺漫画で、あのさなんか軟骨が成長期に伸びすぎると軟骨が固まってしまうみたいな、その状態で軟骨がもううまいこと固まってしまうと伸びなくなる、もう伸びなくなるって。じゃあ固まってんのかな、そう俺固まったのか、そうじゃあ竜也固まってしまったんだよ。あでもあいつまだ伸びてるだろ。でも、うん、止まってるよ。じゃあ固まるのが遅かったんだよ、固まるのが早かったんだよ。なに骨を溶かすようなものを食うの固まるのが早かったんじゃ骨とかするの。コーラ、コーラ飲め、コーラ。コーラさ、溶けるって言ったけどさ、炭酸なんか、溶けないらしい。溶かす？あ、溶けないの？昔聞いてたけど。で、なんか、おばあちゃんの知恵みたいなね。コーラ飲みすぎたら骨溶けるから飲みすぎない方がいいよ、みたいな。なかった？おばあちゃんどんな知恵持ってるの？え、都市伝説だったの、それは。だからな。かもね。じゃあどうすんだろう。牛乳がいい。じゃあゆうやリサーチしてきて。俺は牛乳で伸びたもん。来週は今更牛乳飲んでもうさん。あまあね。じゃあでもとりあえず俺は小学生の頃は家帰ってお母さん疲れた牛乳ちょうだいだった。ハゲても身長でも何でも DNA。そっか。どっちにしろこのデオキシリボ核酸で決まってしまうんだよ。ゆうやのゆうやのお母さんでかいもんな。確かに。でかいの。両親の身長高かったらな高くなるよな。俺両親低い。でもあれだよ。でもあれだよ。両親イケメンでもイケメンが生まれてくるとは限らないよ。両親イケメン。まあ、イケメンはゲイじゃん。なんか違うから。あじゃあ最後で美男美女美男美女から。そういうことね。美男美女からイケメンが生まれるとは限らないよ。それはあるよな。それはあれでしょ。劣勢だの優勢だの。自分のこと言ってるみたいな今。違うし。違うわ。かわいそう。そうなんだよね。じゃあどうするの。あと2分くらいだけど。え、早っ。身長伸びるために、うん、なんか調べてきて今度。あ、いいよ。アキもう無理だよお前は。やめろ。まだ期待してるよ。150でおしまいさ。これでも一応ジャンプしてるんだよ。150でおしまいってかわいそうだな。アキだって、お前そうずっとジャンプしとって、お前今ずっとジャンプしてたの。足筋ついて筋肉で伸びなくなるし。あれ、あ、そっか。宇宙行け。あ、宇宙行ったら伸びるよ。じゃあほんと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 、宇宙軍団で30秒ぐらいしか行けないんだよ。アキ後で叩いて伸ばそうか。どっか引っ張ってくれんか。マッサージするよ、マッサージ。ちぎれるぐらいまで引っ張るか。それぐらい、それぐらいかともうダメだぜ。アキがどれだけ痛いとわめいて泣いて帰っても知らんぐらい引っ張る。怒ったらアキの選手を自業自得ってよ。やばいでしょ。かわいそうでしょ、それは。身長ね。うん。でもさ、いいことないよ、あんまり。でかすぎても嫌なんだよ、俺。そう、いいことないよ、あんまり。170円しか叶えたいと。金が、学校で。さ、言ってた言葉がさ、確かにって思った。うん。でっかいやつは小さくはなれないんだって言った。うん、なれないよ。小さいやつはでっかくなれるわけ。ヒールだ。なんだろ、いろいろ。なるほどね。そう、でもでっかいやつは小さくはなれないんだよって言いよったから。困るよ、調子。なん、でも何が嫌だ。金なった、金なるさ、学校。うん、俺テンション高かったらスキップして帰ったばよ。うん、そしたら、と学校の天井、扉のところに頭ゴン打ってから、なんかみんな似てるわけ。はっみたいな。あ、すみません。デージ痛かった。みんなはーってなるよ。超痛かった。身長伸ばす、身長伸ばす手術ヨーロッパにあるってよ。何？ヨーロッパ、ヨーロッパ顔出しな。大丈夫じゃん。ヨーロッパ顔出し行ってるぞ。ヨーロッパ行けるって。これヨーロッパ顔出しね。はい、もう残り15秒ですね。じゃあちょっと、じゃあちょっと、ちょっと来。ヨーロッパ顔ですよねこれ。じゃあ来週、来週はあれだ、特別企画、アーキーヨーロッパへ行くだな。はい。以上もしも中学生だけラジオ放送したらでした。また見たい方は呼びでもしも中学生ラジオで放送検索です。また来週。YouTube よろしく。YouTube でお願いします。私たちが一番に。